人ぐらい見てますか今。770人。すごい、すごい。これ多いですか770人。普通さ、そんな発言とか。なんで発言を知らましたよ。リップサービスでも多いですとか言ってよ、それは。さあ、というわけでね、早速コーナーの方に、参りたいなと思うんですけど、いいでしょうか。はい、トークコーナーに参りたいと思います。あれ、トークコーナーあれが気になる、これ。そのタイトルみたいなのあるかなと思ったけど、なかったから、なんかスルッと入ってしまって、言うことなくなったら、気持ち悪すぎるわ。あれ？さあ、早速トークコーナーに行きたいと思います。トークコーナーやめてくれ。みんな座ったから。座る、一回座って。トークテーマが決まっているということで、今回はですね、喜怒哀楽の喜。喜びとなっております。で、皆さん事前にパネルに、トークテーマ、ね、はい、どういうトークなのかというのを書いてきていただいていると思うので、こちらの方をオープンしていただきたいと思います。はい、それでは一斉に準備よろしいでしょうか。はい、パネルをお願いします。じゃん、はい、ということなんですけども、光で全く見えない、全く見えない、荷物漢字で書いてもんね。いや、かけます今、皿で。かけるわ、皿で。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 さあ、これね、坂本君気になったやつからちょっと順に指名していっていただきましょう。じゃあ、じいちゃん。じいちゃん。じいちゃんの、はい。はい。はい。じいちゃんの話ですけども。はいはい。僕は芸人になってから、結構家族に最初反対されたんですけど、途中からすみません。芸人とか、するようになってから、まあ、両親は、まあ、認めてくれるなって応援してくれてたんですけど、うん、まあ、じいちゃんがおるんですけど、うん、94になるんで、じいちゃんがおるんですけど、やっぱ古い時代の人間なので、うん、まあ、芸人というものを全然認めてくれないんですよね。で、それほんまにもう去年の段階とかでも認めてもらえてなくて、でもまあ仲はよくって、一緒にご飯2人行ったりするんですよ。お酒とか飲んだりするんですけど、ちょっとその芸人の話とかするとなんかこうプイってしちゃうみたいな感じでやったんですよね。で、僕らが今年NHK の賞レースの決勝に行かせてもらって、なんでその直前にもそのご飯行ったんで、実はこう NHK の賞レース出れるようになったんやと、よかったら見てくれっていう話をしてたんですよね。で、そこからまあ結構時間経って、俺と最近数ヶ月前に2人でご飯行ったんですよ。まあ普段その携帯とかも触ってないし、じいちゃん会うことないんで、どんな感じかなと思いながら、まあパーって行ったんですよね。で、ご飯行って、で、なんか見てくれてたら向こうから触れてくれるかなとか、なんとなく思ってたんですけど、何もないんですよ。最近どうやとかも何もないんですよ。なんかこう、見てくれてへんのかなと思いながら、こうグッとじいちゃんがあれだな、日本酒パッて飲んで、ガッてすごい真剣な顔をして、なんか怒ってる感じなんですよね。怖いな、怖い。で、なんか見たけどふざけてみたいな感じ言われるのかなと思ったら、ネイビーザフロってのはテンポがええな。一緒に出てた先輩の方、孫の方を持たせて、孫の方が言ってほしいよ。だから、あ、見てんねやってなって、見たなってなって、で、まあそこら喋ったら、あ、見たよって、今まで反対しててごめんな。認めてくれてるやん。そうなんですよ。そこから応援してくれるようになって、霊隠しちゃう、だから一言で、はい、だからもうすごい、まあ、それで言いにくいから、はい、宣伝してくれてて、だからじいちゃんが住んでるマンションあるんですけど、行ったら僕めっちゃ顔さすんですよ。かわいいな、かわいいな、かわいい話だし、すごい嬉しかった。沙織さんっていうのは、もう赤木のそれが白紙に見えるって言ってた。ほら、細いから、もう。もうちょっと太めに書いてくれよ。全然全く分からへん。どこから見えてもいいんだけど。ちょっと光りまくって、寄って。トラックの荷物って書いて。あ、見えへん。全く見えへん。あ、前だ。ギリギリやね、ギリ。見えた、見えた。見えた、見えた、見えた、ちゃうねん。もっとその距離で見えるように太く書いて。ほんまですね。太さがいるな、やっぱ。いやいや。あと、はいはいはい。こんばんは、このコメントも何件か、何件か、みんな言ってるやろ、5人くらいの方が誰が挨拶しようか、こんばんはって言ってくれてます。みんなが言う挨拶やから。はい、それぐらいですね。それぐらいで来てないから、それぐらいで来てない、挨拶だけや。まあいっぱい来てるんですけどね、結構言い出したきりないので、ということですね。ありがとうございます。はいはい、ありがとうございます。歯医者からの電話。あ、はい、安田、歯医者からの電話。歯医者からの電話っていうのはですね、僕数ヶ月前に親知らず抜きまして、で、まあそれも治療終わって、ただちょっと虫歯になりかけてるところも治療しましょうかみたいな、何回か通ったんですよ。ほんで、それも一旦全部終わりましたと。で、終わったつもりでおったら、こう1週間、2週間ぐらい前に
だから会社から電話かかってきたんですよ。怖い。まあそれは一応カルテみたいなの書いてるんでそれでかけてきたんですけど、まあ、ちょっと僕お金もなかったし、来いって言われても行けへんからちょっと無視しとこうと思って出えへんかったんですよ。なるほど。そしたらまた次の日もかかってきて、なんか例えばその歯に良くないことがあって、もう一日何回かかかってきてたんですよ。結構頻繁に緊急なんかなと思ってちょっと怖かったんですけど電話かけたんですね僕から。で、安坊です、何回もお電話いただいてすいませんって言ったら、あ、すいません、あの歯医者なんですけども金曜日のかけるフライデースペシャルのチケット4枚お願いします。司会者のお願い。やったぜ。やったぜ。喜びやけど。怒る。多分歯医者の電話番号でかけてくんない。めちゃくちゃおもろそうな歯してたよ。歯だね。歯だね。歯だね。歯してるやつ。笑かしてくれるで。やってますって言ってて。ほんでまあその院長さんもお笑い好きな方やった。なるほど。そういう話ちょこっと歯医者さん総上げで、そう。の応援しますよ。歯医者さんと、すごい女子の方4人で行くから。何それ。今日来てくれてたね。今度また届けに来てくださいって言われて。その日滑ったら二度と行かないよ。恥ずかしい、めちゃくちゃ恥ずかしいよ。新作的にフレしました。そんなことあるんだ。じゃあ拍手の赤木、トラックの荷物無視してるやん。拍手はもうない。無視してる。トラックの荷物、腹立って。トラックの荷物ね。トラックの荷物って書いてるんで、ここはドン・キホーテのビルじゃないですか。うん、下でなんかトラックとかよう入ってきて、入ってる入ってるじゃないですか。あれってなんかその荷物の積み込み作業みたいなしてるとこ見てて、はい、喫煙所の近くなんか見てたら、ベテランと人となんか若手の人が2人でなんか作業してるんですよ。で、若手の人がめちゃめちゃ機敏にパッパって入れていって、ベテランの人は若手の人に、お前めちゃめちゃ荷物の積み込みうまいな、うん、何でそんなうまいね、うん、聞いたんですよ。その若手の人が、あ、俺、尼崎でテトリスの縫いなんですよって一緒でした。何やそれ。うっすら噛んでるし、喜びだよ。喜びだよ。みんな喜びやった。いや、終わりです、終わりです。終わり、終わり。そういうシステムなんやっていう、この、あ、それで知れた、知れたっていう、そうです、知識が増えたなっていう。テトリス縫いなんやったんやとかじゃなくてさ、そんな言いにくい。テトリス縫いなんやったみんな言いにくい。喜びじゃないよ。でもつまりはテトリスと同じという。ああ、確かにそう考えたらそうやな。へえ、嬉しいわ。嬉しかった、嬉しかった、嬉しかった、嬉しかった。何やねんそれ。いや、なるんですよ僕は。変な話やな。絞り出したあの、あやさん、あやさん、ありがとうございます。テトリスが何ですって。テトリスが聞き取れてるのか。もう、もしも言われてないし、全部は声も聞こえてない。真っ白で何も噛まれてる。タイトルわからんから、タイトルもわからんし、噛んでるし、何も伝わらせない。尼崎でテトリス2位なんすよって言って。尼崎でテトリス2位ね、2位なんすよって。またちょっと怪しかったけどね。あの、そのテトリスが何ですってに対して、おばさんって方が2位ですかね、ちょっと噛みすぎて分かりません。俺たちが騒ぎになってる。もう、どう、だからもう読んでるやん。やめてる。ここで何て言ったんでしょって。すいませんでした。おばさん優しい人やったよ。おばさん、そうですよ。もう読むやめてって。そうですよ。長崎でテトリスが2位だった。何が言うか聞いた上でもよく分からん話。さあ、それではですね、続いてのコーナーに行きたいと思います。続いてのコーナーは、マユリカに聞いてほしいこと。おお。さあ、我々マユリカに聞いてほしいエピソードとか、はい、ガチの相談など、何でも。何でもいいですか。種類は問いません。何でも。もう一回トラックの荷物聞いてもらってもいいですか。もう一回聞いてほしい。聞いてほしい。3回くらい聞いてほしい。聞いてほしい。まだ不思議な話やね。トラックの。どういうチャンネルの話やね。じゃあ、マユリカ、相談してもいい。あ、俺は使っていいの。それ言って、いいよ。もうみんな、みんなで、自由にやって。その、じゃ中谷さんに聞きたいのは、はい、結構朝起きるのとか弱くて僕、寝坊とか、遅刻とかしないようになるにはどうしたらいいんですか、ね、俺に聞くな。俺に聞くな。いや、うんうんじゃないね。確かにそうっすよね。でも俺に聞かんといてくれ。そうやで、お前
日本初の二十歳超えて時計読まれへん男やあれやあれやろ初やん時計読まれへん初ですよ時計読めて何十年経ってんだ俺も読めんねん時計は体が追いついてないだけや体が追いついてない体が追いついてないそれは各々ちょっと気をつけていこうそれは俺には頼むから相談せんといてこの中で遅刻とかする人おる遅刻あ、赤木お前赤木やそうやそうか、聞いたことあるあ、ほんまやそうやなモンストでそうああ、そうだ、モンストだから結構前のなはいご迷惑おかけしたっけどね僕がモンストとつったんで急遽、マヨリカさん議場でなんか暇しはったんでいやいや、言い方悪いお前、エグいな言い方悪いそれで、その、埋めてもらったっていうそうそうそう走り回ってた、作家さんがコンビで暇してたというかそうそう赤木くんが来てますねって助かりました赤木も多いねでも、ただなんで遅刻をした日に遅刻してるやつを連れてくるのかなって思いましたいいかよ俺は助かったんですけど、もちろん感謝、感謝してるんですけど遅刻したやつって言ってるやん頼むわ仕事ない時にはいてんのかいみたいなことになってるもんなそうです、そうですお前もやめろやめろフォローのつもりかねフォローのつもりかねそれおじさんみたいになるなんだろフォローしてくれよチャンスでうまいですねマユリカさん同級生あ、3歳からの3歳からそうです3歳から3歳僕らも一応高校の同級生やんああそうなんやこれコンビ仲っていうのはむちゃくちゃガチな質問ですけどもずっといいもんなんですかいや、よくないよ。だって、あの、普通に殺そうかと思って。ええ激しい表現だから、殺そうかなじゃないです。いつですかなんか年始やったかななんか、決まってた仕事が全部。おい、やめてやめてごめんなさいごめんなさい普通に毎日生きてるだけ、生きてたのに急に7年経った時期やめてやめてごめんなさいその時は殺そうかな殺そうかなそんな急に、急に髪短くなった時期そうです、なんかすげーありましたねあの時、丸坊主にも違う違う、みんなぼかしてる感じでぼかせてたから言ってるからそうそう飯食おうかみたいな感じで殺そうかなって言われてるほんまにやめてくれありましたよそれはで今に関してはだからもうその一件があるからちょっと頭上がらない頭上がらないというかまあまあそうあのごめんなさいねっていうことああなるほどだからですか何が坂本さんがおい豚っつったらはいって言ってたじゃあそれはその前からあ前から前からもう名前で呼ぶの飽きたや多分あ、ずっと言い過ぎてそうそうで、もう俺が言われ慣れすぎてて豚って言われて、はいって言うか周りが豚って言われて俺が慣れすぎて反応してしまうだけでそれでやっぱりかなあの、この前あの、帰る時にあの、俺今日帰ったら洗濯物入れるわって坂本さんに報告してたあれ報告してたな違う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 めっちゃ怖かったむちゃくちゃ怖かったそれ仲えとかちゃうこの調理だねじゃあじゃあじゃあやめてなんですなんでなんですかただの喫煙所でタバコ吸ってたら中谷がなんか横来て坂本ごめん俺ちょっと帰ったら洗濯物干すわまた明日連絡するなって何何だよ何だよ洗濯物ええやん別に言ってないいや何て言ってほしいえあそうなんやでええやんいやいやいやなんで俺に報告すんのいや洗濯物入れるかどうかどうでもええやんコンビ活動に関わらんのか分かってる俺の洗濯物動向でそんななると思ってないよなんかネタなあそこのネタどうしようのかね。帰って洗濯物。また連絡するわ。あれ怖いよな。じゃじゃじゃ、一緒に帰ることが多いね。家が近いから。だけどちょっと洗濯物干すから、洗剤買うからちょっと寄って帰るわみたいなこともニュアンスもあんねん。まだ分かるからね。分かってるよ。してもやめてやめて。今度俺がせっかくコーナーじゃないんだ。やめてくれ家でルームシェアしててね昔おしゅんしゅんってやつと一緒に住んでたんですよおしゅんしゅんおしゅんしゅんおしゅんしゅんがなんかその夏場いつもそのトイレの前の廊下で寝るんですよなんか家がクーラーつけたくないやつやから廊下が風通って涼しいっつってその廊下で寝ててで朝起きてまあそのトイレの前でおしゅんしゅん寝てるからこうなかなかねそのトイレのドア、引き戸やからなかなか開かないからでもそのあんま起こさんようにゆっくり開けてきたらちょっと当たっておしゅんしゅんにブワッておしゅんしゅんが鳴ったんですよ起きちゃったんですよあ、ごめんごめんって僕言ったんですけどこれ僕がごめんって言うべきじゃないですよ
何してるの？どういうこと？どういうやつ？どうですか？なんで俺らに？それこ、まあ、そう、それはだって廊下で寝てるお心臭が悪いですよ。じゃあ、じゃあ、バイオリタさんに聞きたいことや。だから聞きたいの、その判定をしてほしいですから。いつからそのテーマとか趣旨とかわからなくなったんですか？自分のしたい話ばっかりしてるけど。確かに。あいつだけめっちゃ自由だよ。確かに。フリーテーマで。いや、聞きたい。一応仕事やぞ、お前。遊びちゃうぞ、仕事。遊びちゃうぞ、お前。まあ、そのどっちやと思いますか？いや、知らんわ。知らんわ。知らんわ。そんな。そんなもん、ルームメイトに知りませんわ。やってくれ、それは。誰に聞きたいんやろ。誰かも聞くな、お前。かぶっちゃってもいいですか？あ、いいよ、いいよ。好きにやってください。見せろ、キム。はい。いいですか？いやいや。モノボケとかもあると思う。はい、やります。すごいな、こいつ。何使ってもよかった。堂々してるな。ちょっと行かせていただきます。ちょっと、取ってきます。はい、取ってけよ、こんな。モノボケなんで。おう。え、あれ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 。9月22日、髪型というイベントがあるよ。丸亀ちゃんご、ダブル東、タクローによる3組のユニット。おいおい、こいつは東じゃないぜ。俺のモノボケだ。俺はくぐつしなり。ありがとうございます。マジで頼むわ。マジ、マジで頼むってこれ。どんだけチケット売れてんの。マジやねんってこれ。一緒や。今何人ぐらい見てるんでしたっけ。はい、今2400人全員来たらやっと満席になるんですよ。本日のかけるチャンネルは以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。髪型。